何、リンリ君、読書中はなるべく話しかけてほしくはないのだけれど。いつまでここにいるつもり？そうね、この物語シリーズを全巻読み終えるまでかしら。さすがにその時彼女が発した言葉はネタでしかないと思いたかったけれど、僕の知り得る限り。ならこの本買ってくるから少しだけ待ちなさい。最初からそうしてほしかったという愚痴は言わないことにします。ほら行くわ。やっぱり脱足だったわね。そうかな、新キャラも可愛かったし、ラストシーンもグッときたけどな。それはキャラデザや演出の勝利ね。1ヶ月は口を聞かない自信はあるけど。それだけよ。だいたい今日のサークル活動が中止になったら一番困るのは。あ、ずっと霞ヶ丘先輩のシナリオを読んでますけど。まだ読み終わらないの？いえ、何度も何度も読み返してずっと悩んでるみたいです。悩んで？そりゃあどっちを選ぶのかを霞ヶ丘先輩に一任されたとなればプレッシャーもかかります。なんだかリアクションがいちいち可愛くて霞ヶ丘先輩らしくないです。間違ったことは言っていないと思うけれど、実際そうやって身も蓋もないことを言われる。今度こそ読んでくれた？